さあ一塁に先制のランナーを置いています。バッターはウロンコ、そして一塁ランナーは吉川。ここは走らせてみてもいいかもしれませんね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。ここはゴロを打たせるようなボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。このキャッチャーは送球がうまいですから、それを計算に入れて走らないといけませんよね。なるほど、そうですね。どうか、これは行きますね。高く入った、ホームラン、先制のツーランホームランです。ジャイアンツ卓球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。高めに浮いたストレート、ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。ジャイアンツが先制しました。2対0になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。ベンチではチームメートに迎えられ、盛り上がっています。ご覧いただいています、ナイスバッティングでした。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点が入りました。